Hi. Nice to meet you. Thank you for coming. Are you enjoying TEDxHIU? Yes. Ah, good. This is Hokkaido Information University. A nice campus, isn't it? Yes. Can you understand my English? Yes. Oh, really? But I cannot understand my English. Now, I'll talk in Japanese. ここから日本語でお話をさせていただきます。すいません。ここ北海道情報大学、とても素敵な魅力がある、大学なんですけども、私はこのキャンパスの隣に広がるのっぽろ森林公園、これが大きな魅力の一つだと感じています。ところでどうでしょう、皆さん、森に最近行ってますか？この1ヶ月ぐらいで森に遊びに行ったよっていう人どのぐらいいらっしゃいますかね？はい、ありがとうございます。 3% ぐらいですね。はい、わかりました、ありがとうございます。ところで皆さんは森に住む精霊を見たことがありますかね？今日は私が森で出会った精霊、たくさんいるんですけども何名かご紹介したいと思っています。もうなんかなんだこの不思議な親父はっていうような顔してますけど、もうしばらくお付き合いください。春の森で出会った、精霊さん、こちらです。春蔵さんと言います。桜の木の下にいました。もう、まあ、赤い顔してますが、きっと花見で酔っ払ってる状態だったんだと思いますけども。夏に出会ったのは、この方です。はい、ムッシュサマーと言います。とても暑い日だったんですけども、彼はとても、涼やかな顔をしていました。おひげがとても素敵でしたね。秋に出会ったのはこちらです。マダム・オータムと言います。鮮やかなコスチュームに身をまとっていました。このユリの木の葉っぱの黄色がとても素敵でしたね。はい、冬はですね、この方です。小玉くんと言います。とても素朴な精霊さんでした。精霊はこの深い森にだけいるわけではありません。こちらをご覧ください。これは、鹿児島県奄美大島の海岸です。出張でちょっと行ったところです。ここにいたのはここ夏尾くんです。おそらくはヤシの実と一緒にこう遠い島から流れ着いてきたのかと思います。海外にだっていますよ。こちらはアメリカ・コロラド州デンバーの、町の中を流れる川です。これも出張で行ったとこですね。ここにいたのは、はい、長老オークさんです。ちょうどベンチにこうやってちょこんと座っていました。まあ、こうして、いろんな精霊さんたちが至る所にいるということが、お分かりいただけたでしょうか。そしてこの、精霊探しなんですけども、もうかれこれ十数年前から、私はやっていますけども、この精霊探しをすることで随分とこう自然に対してのものの見方というのがですね、変わってきました。一つにはこう自然がとても身近に感じられるようになりました。さらにそのとても愛おしく思えるようになってきたんですね。そして例えばこの季節だったらこんな花が咲いていそうだなとか、この環境だったらこんな木の実が落ちてるんじゃないかなっていうふうに自然に対しての知識がどんどん増えていきました。そして、今では、まあ、数年ぐらい前からですけども、子どもたちにも自然を身近に感じてもらいたいなというふうに思いまして、この精霊探しのワークショップをいろんなところで開催しています。この格好はあの妙なおじさんというだけじゃなくて、こういうちょっとワークショップをするときの格好なんですね。で、子どもたち、とてもですね、
私が思いもしないようにですね、もう自由な発想で、楽しくですね、聖霊を探してくれます。で、この聖霊探しなんですけども、私が発明したというわけではありません。日本には古来から聖霊とか、霊魂とか神様が自然の中に宿ってるんだよっていうような思想がありました。いわゆるアニミズムと呼ばれるものです。そしてそれは、言い方を変えれば、八百万の神、まあ、いろんな神様が至るところにいますよねっていうふうにも言われたり、仏教用語では、三千草木ことごとく仏性ありというふうにも表現されています。自然の中に神とか精霊を見出し、それらを恐れ敬い祀るということで、私たち日本人は古くから自然を大切にしてきたというふうに言えます。自然を守る知恵にはこんなのもあります。鎮守の森、鎮守の森っていうのは神社とかその参道の周りに広がる森ですけれども、日本全国にいろんなところに今でもあります。私たち日本人は神社だけではなくて、その周りの森も含めて神聖なものというふうに捉えて大切にして、100年とか場合によっては1000年以上もですね、昔のままの状態で森が守られているというふうに言えます。こんなのもご存知でしょうね。カッパは水に住む恐ろしい妖怪と言われています。このカッパに関する、言い伝えは、川に対しての、恐ろしいという気持ちをですね、私たちの心にこう思わせて、でそれによって、私たちは、川とか水源とかそこに住む生き物たちを守ってきたということにつながっていたのではないでしょうか。しかし現代はどうでしょうか。妖怪を信じている人、たたりを恐れて開発を思いとどまる人がどれほどいるでしょうか。私たちは今こそ自然をもっと身近に感じるための知恵が必要なのではないでしょうか。自然の中に精霊や神を見出すといった努力が必要なのではないでしょうか。例えば草木一本一本にですね、その神とか精霊が宿ってるんだよなんていうふうに私たちがこう感じられたら、そしたらもう簡単に山を崩したり森を壊したり湿地を埋め立てたりとか海や川を汚したりなんていうのはそう簡単にできなくなるはずです。自然は私たちに精霊を見つけてというメッセージを送っているのではないでしょうか。精霊からのもう一つのメッセージ、それは、センス・オブ・ワンダーです。センス・オブ・ワンダーというのは驚いたり不思議だなと思う、感性のことです。ちなみにこの石の顔ですけども、河原とか、海岸でこう拾った石で作ったものなんですけども、20年ぐらい前になりますかね、アートマーケットでこの石の顔をこう並べて売ったことがあるんですね。でその時に、小学生ぐらいの女の子がとお母さんが来てですね、ママこれ欲しい、ママ何言ってんの、こんなのただの石ころでしょ、でも欲しいよっていうようなことがありまして、で結果としてはですね、定価の半額の250円でお買い上げいただきまして、ただ売り上げ自体はそれ1個だけだったんですけども、皆さんどうですか、この石の顔に500円払うような人はいますかね。あ、リアリ後で商談をしましょうそれはさておき、皆さんいかがですか。もうちょっとしたことにこう驚いたりとか感動したりとか楽しさを見出したりというようなことをできていますでしょうか。私たちが心豊かに楽しく人生を過ごすためには、このセンスオブワンダーの気持ちを意識して持つということが大切ではないでしょうか。
アメリカの、有名な作家、レイチェル・カーソンがその著書センス・オブ・ワンダーで、こんなことを書いています。もしも私がすべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子どもに生涯消えることのないセンス・オブ・ワンダー、神秘さや不思議さに目を見張る感性を授けてほしいと頼むでしょう。この感性はやがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、私たちが自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する変わらぬ解毒剤になるのです。さあ、センス・オブ・ワンダーを胸に森に精霊探しに行ってみませんか。たくさんの精霊があなたを待っていますよ。皆さんどうですか。森に遊びに行きたくなったよっていう人どのぐらいいますか。あ、ちょっと増えて、あ、増えてます。エセ野鳥の会もです。87% ですね。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。